白いですね、T シャツ。それはい、これこうやってもう食べてる風にこう、あ、なるほど。ただあれですね、写真撮影、はい、それで持ってきました。じゃあちょっとその T シャツの話とか、はい、聞きながら。 OK です、お願いします。お疲れ様です。カジヤマ結構久しぶり。久しぶりですね、はい。森本君、はい、成人祭。あれ以来ですか。あれ以来な。あれなかなか面白く撮ってもらって。一平さん、一平さん助けて。ダメ。美味しかったです。はい、暑いです。はい。連日暑い日が続いてますけれども、はい、どんな暑さ対策をしてるのかなって聞いてまして。あ、逆にしないっすね、僕は。はい、夏が得意なので、はい。得意、夏が得意なので逆にしないです。はい、今日も真っ黒です。はいはい、黒いですね、やっぱ夏は。はい、はい、どこ行ったんですか。やっぱ海とゴルフに、はい、行きますね。はい、今は気持ちいいですね。はい、ようやく僕の季節になってきましたね。はい、やっぱ海サーフィンですね。はい、あ、ゴルフもあのぼちぼち順調にあの上手くなってってると思います。結構ゴルフってね、愛知支部の皆さんやってる方多いですけど。やっぱ多いですね。スコアですか。スコアはベストは92が最近出て、はい、順調に。はい、はい、いいですね。はい、はい、オリンピック。あはは、はい、見てます。結構見てます。やっぱサーフィンとゴルフ見ちゃいますね。うん、やっぱね、自分がやってるやつだもんね。はい、3年後のサーフィンに出れるように、あの今年の夏から本格的に力入れていきたいと思います。じゃあ、まあボートも波乗りの強化で。はい、もうあの、はい、そうですね。そうっす。ちょっとじゃあこの辺で。はい、はい、はい、はい。面白い話を聞く。ちょ、勘弁してくださいよ。見えないっすか。え、見えないっすか。何っすか。え、面白い話か。面白い話、いや、僕驚いた話なんですけど、僕結構ベイちゃんとゴルフに行くことが多いんですけど、あのイーグルを初めて見ました。あのノーバンでガーン入って100ヤード、残り100ヤードのところでパー4の2打目ノーバンでバーン入って、まあ面白くはないんですけど、すごい驚いた話ですね。はい、はい、もうすごかったです。漫画で見るような感じだったんで興奮しましたね。はい、今節いいエンジン引けたんですけど、あのちょっとなかなか流れがつかめてないので、今日のイン戦で自分の流れにしていきたいと思います。応援お願いします。よいしょ。ちょっとこれは、これ準備してたの全く触れてくれない。これですね、準備してたの。ごめんなさい、全然触れんやん。どういうことっすか。遠いっすよ。これはあの日清の通販であのテレビでやってて面白いなと思って買ったんですけど、なんかどうやら写真撮影用に買ってきたみたいなんですけど、いや勝ち釜用で、あのついでに写真撮影でも使ったみたいな感じなんで、一応こっちがメインだったんですけど、メインで。ただあれですね、写真撮影、はい、それで持ってきました。はい、それで持ってきました。はい、それで持ってきました。最後ちょっと勝ち釜ポーズ皆さんにやってもらってるんですけど、はい、これでいいですか。わかりました。はい、おう、ちょっと音が遠すぎるから。じゃあちょっと待っていいですか。勝ち釜、はい、ありがとうございます。はい、どうでした。これじゃあプレゼントします。あ、プレゼント、勝ち釜の。あ、本当ですか。はい、どんな方にもらってほしいかだけ。カップラーメンがめちゃめちゃ好きな人にやっぱもらってほしいんで、はい、たくさんの応募待ってます。
ありがとうございました。